犯人はこのままだったら文枝と文枝のお兄ちゃん、はい、2人で、お兄ちゃんは肩に蝶々のあざがあることしか分かんない、うん、登場人物は構造、平田、ゆき子、俊之、川村、おこい、小宮、ん？文枝、お兄ちゃん、9人。あ、まあ、平田がもっと借金してたっていうもう一人がいるとしたら10人。今生きてるのはゆき子、まあ、俊幸、おこい、小宮、文枝、お兄さん。でもお兄さんが誰なのかってことですね。文枝のお兄さんこの中にいますよね。